河野文代は日本の女性漫画家、イラストレーター。広島県広島市西区出身。広島大学理学部中退。2001年、放送大学教養学部卒業。七三大学美術科客員教授。子供時代に好きだった漫画は大順上君。教育熱心な家庭で育ち、当時はあまり漫画を読ませてもらえなかった。限られた小遣いで漫画を買っていた日々だったが、 自分で描くことを思いつき、中学生の頃より漫画を描き始める。1987年に広島大学理学部に入学。大学ではイラスト漫画同好会に所属していた。本職の漫画家を志して大学を中退し、上京後、戸田つゆき、谷川ふみ子などのアシスタントを経て、1995年に街角花頼りでデビュー。 2004年代表作でもある、夕凪の町桜の国で、第8回文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞第9回手塚治文化賞新聖賞を受賞。同作は田中麗奈主演で映画化され、2007年7月に公開された。2009年、この世界の片隅に、で、第13回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞。 同作は2011年に日本テレビ、2018年に TBS でドラマ化され、2016年には片淵主治家監督によって劇場アニメが公開された。2019年大英博物館で開催された漫画展ザシティエキシビジョン漫画にてギガタウンマンフズフが展示された。2021年、2016年から在住する福知山市との縁でイラスト、 キリンのいる街を執筆。トーンを極力使わない絵柄で、日常生活を主なテーマとした様々なタイプの作品を執筆している。活動範囲は、児童書から青年誌まで広範囲に及び、イラストレーターとして書籍の差し絵を担当するほか、同人誌での活動も行っている。ありがとうございます。